こんんにちは阪急道場さんです。今日はダイソーで購入したこちらナイロンターナーを紹介したいと思います15年ぐらい使用していたフライパン返しがあったのですがうっかりコンロの火で溶かしてしまいましたダラーっと溶けてしまったので新しく買い替えました そこで今回ダイイソーーーのナナロンターナーを選びました。今まで使っていたフライパン返しはホームセンターで購入した安価なものだったので今回も安価なものを求めて <laughs> ダイソーにしましたダイソーのフライパン返しにはさまざまな種類がありますかなり迷いましたが以前使用していたものと同じぐらいの大きさのものにしました 力を入れると程よく曲がるのがいいなと思いました使ってみた感想ですが持ち手が波打っているこのデザインは太めなので持ちやすかったですまた置いたときに先がつかないようになっているのが便利です私の使っているお玉は先がつかないようになってますこれは本当に便利だなと思っていたのでこの出っ張りが とってもいい仕事をしてくれてます。使用感ですが、押し付けたりひっくり返したりしても問題なく使えます。とってもいいですね。長く使うものではありますが、ダイソーでも十分いいものが買えました。ぜひ皆様、フライパン返し1個あると便利なので、ぜひダイソーでゲットしてみてください。 様々な種類があるのでご自身のあったサイズですとか使用感のものを選んでください動画をご覧いただきありがとうございました